いどうも。今回は、これにまだロマンは残っているのかという話。ああ、ミステリーサークルね。最近の若い人は知らないらしい。え、何この丸いの、面白い。でまあ、20世紀になってからの話題かと思いきや、随分昔から似たような話はあったようで。何この怪しい絵は。17世紀後半のものらしいけど。ふむ、日本は江戸時代前期。地主が貧しい人を雇って農業を営んでたんだけど、ある時、報酬アップを要求されて、お前らの報酬を上げるくらいなら、あくまでも雇って収穫した方がいい。と答えたところ、翌日の朝、作物が円形に倒れてたんだそうな。ほう。当時はそれは、本当に悪魔にやられたんだと？うむうむ。上の方に、ストレンジニュースって書いてあるね。一応実話の体裁を取ってたんだね。そうだね。もう一つ、昔から知られてたものとして、妖精の輪というものもあるよ。おお、ちゃんと輪になってる。今度は悪魔じゃなくて妖精なのね。でも妖精の輪は、今では何の仕業かはっきりしてて、キノコが円形に並んだ影響なんだそうな。キノコ。キノコが見えないけど。草に埋もれてるんでは。なんでキノコが円形に並ぶのかね。それははっきりわからないらしい。ふむ、じゃあそれが宇宙人の仕業だな。そうかもしれぬ。でやっと、近代的ミステリーサークルだけど。こりゃまたすごいね。これはもう、だいぶ後のものなんだけど。まず、1960年代に、オーストラリアで、草木が円形に押しつぶされてる場所が見つかって、UFO の着陸跡じゃないのか、と騒がれたよ。ほうほう。で、不思議なことにその後、1970年代から、イギリスでポツポツ、ミステリーサークルが現れ始めたよ。なぜサークルはイギリスに引っ越した？それはまあ後で話すとして。最初は単純な円形だったけど、80年代を通じて、数が増え、形も複雑化していったよ。おお、こんなのよく作るね。さすがに、幽霊とかと違って、現物が目の前にあるから、真面目に原因を調査する科学者さんも多くて、単純な円形の頃は、風とか、自然現象じゃない？とか。一体どんな自然現象で？この地域特有の風でできたとか。風ではこんなに綺麗にならないでしょ。地球から特殊なエネルギーが出てる影響とか。流血的な？うむうむ。あと、ハリネズミが子作りした結果、と本気で主張した人も。一晩でこんな広範囲に痕跡を残すなんて、どんだけ子作りしたの？一番有名なのはやっぱり、プラズマ説かな。日本にもプラズマ教授、大月義彦さんがいるもんね。うむうむ。人玉はプラズマで作ることに成功したみたいだけど、さすがにでっかいミステリーサークルは無理だろうね。そうだね。それに、不思議なことに、自然現象説が主張されるたびに、その自然現象では無理な形のミステリーサークルが現れたりしたよ。ほう、となると。そりゃ当然宇宙人説も出てくるよ。昔は悪魔や妖精、今は宇宙人か。でもあれだけデザインがすごいと、宇宙人って考えたくもなるよね。うむうむ。それで、ミステリーサークルからメッセージを読み取ったり、共通の法則を読み取ったりする学者さんもいたよ。中には、タイムトラベルをした痕跡だなんていう人も。ジョン・タイターさんか。ただ、そうやって本気でいろいろな説を唱えてた人にとって、衝撃的な事件が起こるよ。何があった？いやまあ、超常的な説を唱えてた人は、そうでもないだろうけど。名のある学者さんが、本気で自然現象説を唱えてた場合、ショックなことが。だから何が？それ、オラたちが作っただよ。と、二人のおじいちゃんが発表したよ。いや、そんな喋り方じゃないでしょ。1991年か。ダグさんとデイブさんというお二人だけど、ダグさんによると、まず1960年代の、オーストラリアでのミステリーサークル事件を、新聞か何かで見たとのこと。オーストラリアのって、さっき話したやつかな？多分ねー。で、ダグさんは、自分もそういうものを作って、世間を騒がせたいと思ったと。それはまた。で、友人でアーティストのデイブさんと組んで、イギリスの畑でサークルを作り始めたよ。おう。でもやっぱり、あなた方が作った証拠はあるんですかという話になったよ。そりゃそうね。でも、ダグさんとデイブさんの話を聞くと、いろいろ辻褄が合うことが多かったので。例えばどんな？例えば、初期のミステリーサークルは、土曜の朝のみに現れてたけど、途中から不定期になったよ。ほう？これは最初ダグさんが、奥さんに隠れて金曜の夜だけこっそりやっていて、途中で奥さんにバレて認めてもらったので、いつでも作れるようになった結果だそうな。奥さんの影響か。あと、自然現象説がマスコミで取り上げられるたびに、自然にはできないような形のサークルが現れたのは、
ラグさんたちが宇宙人の仕業と思わせるために自然現象説が有名になるたびにわざわざ形を複雑にしたからだそうな。ふむ。そして UFO 目撃事件が多い地域でサークルが多く見つかるのは当然、ラグさんたちがそう思わせたいからそういう地域を選んで作ったと。うむうむ。それ以外にもなぜミステリーサークルが現れる様子をカメラで捉えることができないんだと。それはやっぱり人間が作ってるからだろうと。まあ自然現象はともかく、宇宙人でもカメラは気にしそうにないよね。それからミステリーサークルは道路に近いところに多いし、自動車でないと道具運んでくるのが大変というわけね。大きくて複雑なミステリーサークルになるとおじいちゃん二人で一晩かけたってできないでしょという人もいたけど、もうその頃にはミステリーサークルを作るサークルも増えてて、ミステリーサークルサークル、もっと大人数で道具も知識もすごい人揃えてやっているグループもあったので、そういうグループなら一晩で巨大複雑サークルも完成できると。でもそれを聞いたダグさんデイブさんは面白くなかったのか、もう俺たちサークル作ってやんねえで。いやだからそんな喋り方じゃないでしょ。引退宣言をしたよ。それじゃあ敗北宣言と取られるのでは。ところが二人は密かに作り続けたのさ。なんで？今度はちゃんと証拠になるものを埋めといて、これは人間が作ったとは思えないなんていう人が現れたら、実は俺たちが作ったんだでさってへっていうため。なんと熱心な。でもこれ以後はミステリーサークル自体あんまり注目されなくなっちゃうんだけどね。ふむ、それはちょっと後悔したかもね。後悔して後悔。ただ日本でもミステリーサークルは見つかってて。ふむ、私はスルーか。1990年9月に福岡県笹栗町でミステリーサークルが見つかったよ。これは田んぼ？うむうむ。イギリスのものに比べると随分素朴に見えるね。ニュースで有名になったし、笹栗町はこれを観光資源にしようとしたそうな。でも稲だから収穫しないわけには。とりあえずこの写真を撮ってテレフォンカードは作ったよ。おう。まあテレフォンカードも今の若い人は知らないんだけど。テレカって何？私知らない。いや思いっきり略称使ってるしリアルタイムじゃん。で有名になったので、あのプラズマ教授の大月義彦さんも現地調査に来たよ。おう。そして出した結論は、プラズマ特有の現象が確認できる。プラズマ断性体によってできたものに違いない。おう、やっぱりプラズマか。ところが時は1990年9月。ということは、翌年には、おじいちゃん二人が。うむうむ。自分たちのいたずらでしたって、発表しちゃうよ。ちょっとそれは、タイミング悪かったね。ただそれでも、多くは人間のいたずらかもしれないけど、中には人間には不可能なものもあるだろう。という可能性は残されてるよ。ふむ。それでまた日本ですごいものが見つかったんだけど。何があった？なんと、奄美大島近海で、海底にミステリーサークルが現れたよ。おう。これは人間技じゃないね。うむうむ。ついに宇宙人、はたまた海底人か。フグの仕業だったよ。フグすげえ。国立科学博物館の松浦圭一さんが、2014年に新種として発表した。奄美星空フグのアイノスだよ。名前がまたロマンティックだね。直径2メートルだそうだけど、フグから見るとでっかいお家ね。オスのフグが、メスを迎えるためにせっせと作るそうな。愛の力か。なんか泣けてきた。ミステリーサークルじゃなくて、ラブサークルと呼ぶべきだね。それはお好きにどうぞ。ということで、ミステリーサークルのロマンはフグが受け継いだ。というお話でした。じゃあちょっと下関行ってくる。いやなんで下関？食べるつもりか。せっかくフグの愛に感動してたのに。ま、いいか。ということで、皆様、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録&高評価、よろしくお願いします。ではでは。